本日もポケモン GO やってまいりました、時刻は21時34分でございます。今日もね、午前中は大雨だったんですけれども、昼から、ジムに行きまして、ジムで、2時間ぐらいですかね、ジム行って、ウォーキングして、いろんな形でして、で昨日が4キロだいたい今日も4キロぐらいだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあちょっとジムの時はまあジムでトレーニングしながらポケモン GO しようかなと思ったんですけど、結構ジムにどっぷりハマってトレーニングしてたんで、まあ軽く流す日とかはいいかなと思うんですけど、そっからトレーニングが終わってから30分ぐらい、ジムの設備の中というか公共設備の中をずっと歩いてポケモン GO してたんで、まあね、雨の日だったりとか、これから夏になって暑くなってくるんで、まあ、外歩いてポケモン GO するのは本当に命を削るリスクしかないと思ってるんで、広い商業施設というかエアコンが効いてるところで、ぐる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 回ったりとか階段登ったりしてポケモン集めていくっていうのが個人的にはいいかなというふうに思ってるんで、まあね、だいぶ健康志向も上がりながら、もうすぐ捕まえたポケモン数は1000いきますからね、レベルもどん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 上がってるんで、頑張ってね、ポケモン GO でポケモン集めればポケモンスリープも楽しめるし、今 DS でやってるポケモンハートゴールドも楽しめるんで、最高のね生活を送れてるんじゃないかなと思っております。